Hi, I'm Sasha. Miwa です。As a featured item on most children's menus around Japan, it's no wonder this next dish takes so many creative and playful forms. From character faces to dynamic presentations, you won't simply have the kids in your life entertained, but you'll bring a little bit of your own inner child out as well. So, Miwa, what are we making today? はい、というわけで、大人も子供も大好きなオムライスを作ります。はい、じゃあ作っていきますよ。はい、じゃあね、シンプル、こんだけですね、材料。玉ねぎから切っちゃいますね。玉ねぎ。で、マッシュルーム。よいしょ。はい。今日は鶏のもも肉。あ、オッケー。うん。よいしょ。これで、材料全部揃ったね。具がこれとこれとこれで、ご飯炒めて卵でくるっと。はい。言うのは簡単。はい。じゃあ具を炒めていきますね。はい、玉ねぎ。あ、温まってきたね。鶏肉も入れます。じゃじゃん。はい。パトン。疲れ。あ、残ってますよ。Get out of there。あ、塩コショウします。はい、コショウも。I don't want to spill it。怖い？ボッってなんないよ。Oh. もうちょっと。Sorry, sorry. はい、いいよ。なんかタラタラしてるよ。はい。で、よくね、ご飯を先にこう炒めて、で最後に味付けでケチャップを入れる人もいるけど、こっちに先にケチャップで味をつけた方が、後でね、なんだろう、綺麗に赤くなる。まだらじゃなくて綺麗にご飯に色がつくから先にケチャップを入れます。 OK、 はい、もう汁気なくなったから、ね、さっきの大さじでまあ4杯分ぐらい入れてください。 4、right? そう、はい、そうしたらもう、あ、舐めない舐めない。味の、味の。そしたら、あ、そのスプーンでいいよ。お醤油ね、ちょこっとだけお醤油入れて。隠し味。はい、火つけます。で、ちょっとグツッとしたら、ご飯を入れようかな。はいよー。はい、オッケー。じゃあこれが綺麗に全部赤くなるように、はい、お願いします。With this one?ください。Yep, this is a little harder than it looks actually. 切る。あのご飯、ご飯潰さないでね。Cutting. はい、切る切る。Cutting. あれ、切る。最後にグリーンピースを入れる。はい、バターを最後に入れますか。バターを。はい、また溶けました。 OK、 じゃあこれを卵で包んでいきますね。 OK、 はい、じゃあいよいよメインの卵でオムオムね、オムを やりますよ。卵をね、1人2個。 OK、 うん、平らなとこで割ってください。 Yes。 OK、 はい、でもう全部が均一になるようによく混ぜてください。塩コショウを少し卵に味付けします。 It's getting a workout from this egg。 はい、サラダオイル、サラダオイル、キャノラ油と、コクだしバター、バターはね、 Oh, you mix? 卵、そう、卵と相性がいいですからね。入れます。で、固まってくるから混ぜちゃってくださいね。で、卵の液がもうあんまり動かなくなったらもう OK。 一回火から外しますよ。そしてここに
乗っけます。真ん中辺にね、破れませんように。破れても味は変わらないからいいんだよそしてちょっと向こうの方にねやってあげるでしょ、うん、でこの辺のピュッフッフッね、これでもう OK よ、終わり、以上。お、以上 OK はい、ちょっとこれ持っててで、右手に持ち替えます。助手がいない人はどうにかして頑張って、で、こうやってちょっと笑っちゃった。はい、カッパ、いけたね。へー、なんかすごい、ね、で、これちょっとデブでしょパッとね、だからちょっとこういうペーパーで、はい、ちょっとあれだね、いい感じの色ついちゃったね。ペーパーでね、ほら、おー、わー、やー、綺麗に、やー、整えてあげるともう最後でどうにでもなるから心配いらない。まずこれは、出来上がり、やってみようか。じゃあこれ置いとくから、じゃあサッシュやってみようか。いや、oh, oh, oh. Not too much the middle, but we'll try. もうちょっと向こうに行きすぎ。大丈夫、大丈夫。It's right, it's right. 大丈夫、大丈夫。Okay. で、okay. 向こう側に傾けて、This? これをこう傾けて、そうそうそう、行きたいのよ、それが。キュッ、はい、行け。いや大丈夫。And? Just... で、うそ。そうそうそう、で、カポッ。で、そう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 、あそう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 、あじゃらーん、ちょどうにでもなると思ったんだけど It's okay, I got it. ちょっとデブでしたからねお腹痛いんですけどGet it nice shapeNice shape. Ah, there you go. Okay, ですか。それで恐竜の卵みたいな。You know what? My image is Mount Fuji. あ、マウント富士。恐竜の卵じゃないの。ああ、素敵。新しいオムライス完成しました。はい、オムライスの完成です。あー、今入ったごめんねはい、それではいただきます。いただく、オムライスいただきます。それオムライス、クエスチョン、It's a cousin オムライスいただきます。ほら、こうやって卵にね、こうやって卵をね割って中からこう、Having a hard time finding where to start. 赤いの見えてるね、なんか。Do you start from the side or? いただきます。ちょうどいい、うん、おいしい。Mine too. 卵がとろっとして美味しいね。No, it's good. It tastes good. It tastes fine. It's fine. It's fine. It's fine. That's really fine.味は一緒だからね。じゃあ皆さんもどちらでも美味しいから作ってみてね。バイバイ。バイバイ。Subscribe to our channel if you want to learn how to make even more delicious Japanese dishes.Click the bell so you won't miss out on Miwa's latest recipe. And don't forget to follow us on Instagram at deliciousfoods81, where you can catch my home attempts at these recipes. Be sure to tag us in yours. Stay tuned for more tastes from Japan!